ドローンとカメラパック持ってどこに行くかといえばサッカー。いや今日絶対暑いわ。もう玄関を出る前からすでに暑くてすげえ行きたくねえ。サッカーに行くのにさ、こんなでかいカバン3つ持っていくのはやっぱおかしいよね。まあしゃあなし。よいしょ。このウィルキンソンのドライがうまい。豪華なベーコンレタストマトかな。いやめっちゃくちゃ暑いわ。大変なことですよこれは。もう35度ぐらいあるんじゃないの。ただブーステッドボードじゃなくてこれはブリンクだけどめっちゃ気持ちいいっす。サッカーの試合に来てるけど全然サッカーをする気が起きません。うちのマネージャー0-0 でもいいし、0でもいいし、まあ、とにかくスコアが動かないゲームになるように、焦らずじっくりと、じれないで、相手にボール回されてもしっかり我慢して、ボール取り行くとこでは取り行こう。頑張ろうぜ！よし！よし！秘宝ですわ。可能性としてはあることあるのは分かってたけど、はあ、いやマジ秘宝だわ。つら、はあ、いやつらい。いやまさか結構グラウンドから離しておいてたとこに直撃でボールが当たるとは思わなかったっすね。そのままドローンは空中を2回ほど
ネイマールプレイをして様子を見に行ったらジンバルだけ壊れてました本当に。いやー、ここだけ買えるの高いんだよな。4万ぐらいって書いてあったんだよ、ジンバル交換するの。マジか。いやー、辛い。秘宝です。